はい、それじゃあやっていきましょう。でですね、前回は巨人3連戦の一発目をなんとかね、勝利を収めることができたんで、今回は3連戦なんでね、あと2回あるんで、なんとか頑張っていきましょうという、あ、そうだ、その前にあれだよね、前回ちょっと気になったのが横浜がすんげえ強いんだよね。どうなってんのっていうね。見ましょう。横浜、村田、内川、西、吉村、相川、石井、拓郎、金城がいるんだ。金城だよね、金城じゃないよね、金城だよね。番長いるんだね。で、金城が全然打ってないんだ。で、これで1位突っ走ってんだよね、なぜか。なんで？あ、ホームランだ、多分。そういうことだよね、多分。ていうか、ホームラン打ちすぎじゃない？こんなに打つ？あ、俺、うちも打ってんだっけ？ホームラン何本打ってんの？全然打ってないよ、ほら。いや、ホームラン構成なんだ。長打だ、長打。まあ、というわけで、そんなことは置いといて、今回は巨人。下柳、下が、前回ね、広島カープに捕まって、8点ぐらい取られたんだよね。あ、そうだ。それでね、ちょっと、能見がね、いまいちなんで、能見枠のところに、いや、でもな、どうしようかな。杉山っていうのがちょっと、いまいちなんで、能見先発に回してみる？でもね、これシュート回転っていうのがあるじゃないですか。これが多分、これ、いいの？シュート回転って。していいの？甘めに入ってくるって意味じゃないの？違うの？まあなんで、ちょっと能見をね、ちょっと休ませまして、誰か面白い人いないですかね？シュート回転だ。これダメだな。あ、ミノルちゃんいるじゃん。ミノルちゃん見てみます？これ同じ左だし、交互に使ってみましょうか。あー。リリーフでちょっと、いいんじゃない？様子見で。で、杉山が調子が悪い。まあいいや。東京ドームです。ベースボール東京ドーム。読売ジャイアンツ対阪神タイガース。はい。2回戦ね。昨日敗れたジャイアンツ。誰知らないよ。パウエル。強そうだね。どうぞよろしくお願いします。右か。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれる。もうどんどんとやっていきましょう。前の登板は敗戦投手になっています。さあ、なんせね、よくよく考えたら140試合あるんだよ。この辺りはファウルボール。次がとりあえず最後どうなるのかみたいな見たいよね。エンディング画面が、エンディングっていうか、なんていうか、まあ、優勝できるかは置いといて、1年終わったらどうなるのかっていう、とりあえずそれだけは見たいよね。結構見せるね。これはヒットかな。やるんじゃない。赤星もう全然打ってないから。おお、ほら、見るね、見るね、いいね。球をどんどんね、投げさせたいよね。どこに投げるか。早打ちはあんま良くないよね。あー、ダメだ。まあ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 。まあいいですよ。カウントそのままツーエンドツー。やっぱ右ピッチャーが多いんだね。あー、ダメか。これはちょっといろいろと考えていかないといけないのか。まあこれは長打で。先頭打者は内野ゴロ。前回巨人から学んだんでね。思いっきり振っていけっていう。ダメか。
なんかちょっと変化球ピッチャーだね。ミートの方がいいのかな。いやでもクリーンナップだけはホームラン狙いでいいかな。さて下柳をどう守っていくか、これ大事だよ。前回は何も知らずにやりましたが、しかし今回は守備位置をいろいろ変えてみた場合にですよ、前回の下柳とは違うのかどうか。あー打たれるね下柳。ダメなのかな。なんとかその、なんだろう、2点ぐらいで抑えたよね。2点ぐらいで引っ張り長打流し打ち、いや違うな、多分あこれでいいかな。バントはしないよね多分。おっしゃ、そうよ流し打ちね。いいでいいね、打たせて取る。でこれ危ないんで強打で一発警戒。フォアボールでいいよ、フォアボールでいいよ。オーケーオーケーオーケー、これでいいんじゃねえか。であれで多分長打狙いなんだよ向こう。これ対応になってんじゃねえかな、なってないのかな。でこっちも長打、巨人に負けないと。いけ金本、いい当たり、ああいい当たりすぎた。しかしレフト、レフトが守っています。取ってワンアウトになりました。いい当たりすぎたな。レフトフライに終わりました。いけ今岡。さあ4投目。あれ今岡のプロテクターってあの色だったっけ。あ違うな。サードが抑えます。一塁に送ります。オリタにはまあ普通に打たせてみる。前回強振のあたりにノーマルにしたら、ほら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 、そういうことや。これが強振だったらどうなってんだろうね。っていうかオリタにやべえな、前半戦からノリに乗ってんね。で次は浜ちゃんなんだよね。これ今どこ行った？冗談？やば、看板当たってんじゃないの？スポンサーからなんかもらえんじゃないの？で浜ちゃんはどうだで？遊び玉あるのか？鳥谷が本当に暴れております。あーこれダメだな。違うなこれ。まあ変化球でしたけど打っただけですね。なるほど、これは長打ダメかな。次の攻撃は4番から始まります。でこの4番がいいのか悪いのかさっぱりわからないんで。今日の1打席目になります。リーっていうんだね。リー背中にリーって書いてあるよ。リーって今岡後ろに下がる下がる。あーヒットか。あそこどうしようもないよね。意外とこれ流し打ちするんだね、この人。定位置。引っ張りかな。いや、センターだね。打たせて取れ。取れ。取れ。あー、ダメか。これで1点か。まあしょうがないね。でこれは長打で一発警戒だから OK。 これでホームランはある程度は防いでくれるんではないでしょうか。まあ同点になってしまいましたが、まあいいでしょう。巨人も手堅いね、きっちり来るよね。で大砲がいろいろいると。お、いいね、これいいね。
ボール、空振りの三振を奪いました。長打狙いはこれでいいんじゃないか、この対応で。この人の打ち構え方いいよね。ビクンビクンしてる、ビクンビクンしてる。ライン、ギリギリ、これはファウルボール。これ流し打ちしてくるんだ。変わりありません。ドンピシャのタイミング。これでもなんか強振してるな。一塁転送間に合うか。一塁もアウト、ダブルプレー成功。全部長打狙いなのかな。今のシーンです。ミートっぽくないよね、打ち方が。さあタイガース、この後8番から始まります。シモシも頑張れお前。まあ、前回よりはいいよ。やっぱ守備位置変えたら違うんじゃないこれ。多分。そういうことじゃないかな。これはフォアボール。おお、ホームランじゃないこれ。あ、ダメか。おお、痛い。おお、来た来た。すげえ、矢野が打った。入りました、ホームラン。勝ち越しのホームラン。矢野、これが今年の第1号。3回表ホームランが出ています。このホームランで主導権を取っていきます。今ホームインしました。矢野監督やりますね。コーチもいます。1点を追加します。追いつかれましたがあっという間に勝ち越しました。今のプレイをもう一度見てみましょうか。うんげー打ったね。ど真ん中だ、ど真ん中。さすがに矢野でも打ちますよっていうね。でしもしもは適当にやってもらって。2エンド1変わりません。うん、まあまあまあしょうがないね。今回は何も指示しない方が今のところ結果出てるよね。お、見逃して2者連続、これは身動きできません。おお、やるね。 1,2 番だから藤本がなんとか頑張ってくれてるからなんとかなってるんだけど、この2人がダメだといよいよクリーンナップ以降で赤星が出ないと本当大変だね。亀井って8番、8番の亀井はまあでもあんどうしましょうか。引っ張り、引っ張りとかの方がいいんじゃない。ここまで1点を与えています。亀井って前回いたっけ。ほら引っ張りだ。打球は右へ、取りました。ファーストへ、一塁、これはアウトになります。今の危ないな、自分で入れよ、怖いな。ファーストゴロに終わりました。これでピッチャーにヒット打たれるんでしょう。お前やめろよ。やめろってお前、それはもうほんとやめろって。ランナーが出る。うちのピッチャー何にも打てないのになんで打たれるんだどういうこと。おかしくねえか。これは、1番はどうしたっけ。でもセンターでいいんじゃないの。あ、引っ張り。引っ張りじゃダメだな。流し打ちだ。初回の1打席目、今年の初ヒット。これは流し打ってくるでしょう。次の4球目はストライクが入りません。フォアボールで1塁。何をやっているんだよ、あなたは。OK。さあ、4球目。おお、オッケー、いいね、いいね。スロースターターなんでね、なんとなくね。あ、これ危ない。これはスリーラン打たれる。やばい。これで、長打を警戒して、一発警戒。これで、対応できてるよ、多分。バッティングカウントからの4球目。変化球打った。これファールだよね。ファール、ファール。ファールボール。これで、大体は、ダメだフェアはしょうがないな。ホームラン打たれないんならまあまあまあっていう感じだね。いやー似てるね。うんげー似てるな。今の場面もう一度見ていただきます。まあどうしようもないな。あんなふう、あ、でも待てよ、今のどうだろうな。打ち方、でもやっぱ打ち方的には、強振してるんだろうな。さあ、バッター、イ。これはそうだ、流し打ちしてきたよね。打っていった。これはセカンド後方か。これは取れる。オッケー。スリーアウトチェンジ。まあ、同点ならまだまだ。デーゲームの神宮球場です。7対6。抑えきれないね、しもしも。
勝ち星もらえなくなるよ。5対3、ドラゴンズが勝ちました。その他は以下の通りです。これ、いやでもクリーンナップとかは長打やってみるか。鳥谷とかはたまたま打ったっていうだけでしょうね。あ、これはちょっとダメかな。長打合ってないのかな。長打合ってないっぽいな、これ合ってないんですかね。じゃあこのままやってみる。さあ4球目。うん、どうですかね。一塁、これは余裕があります。アウトです。金本セカンドゴロに終わりました。まあ今岡も結構ボール投げさせてるよね。外れてフォアボール。ツーアウトからの逆襲が、いけ鳥谷、もう一発お願い。あー、さすがにダメか。一塁送ります。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。点が取れませんでした。タイガース無得点に終わっています。二岡、阿部か。危ないね。これ一回何も指示せずにっていうのを一回挟んでから、あー、これはホームラン打たれたな。何も指示しないとこんな風になるな。たまたまかな。下柳ほんと打たれるよね。なんでなんだろう。何かが足らないんだろうね。福原と安藤はどうでもないんだけど、下柳がやたら打たれるんだよね。なんでだ。で、これは長打。だから向こう全部長打なんだよね、結局。一発やろうなんだよね。カウントはまだフルカウント。まあまあまあ、ホームラン打たれるよりはいいんですけどね。で、これ全部、指示しないと、危ないっていうね。許したヒットが6本、そして失点が3あります。ストレート打ちました。左への打球。OK。ワンアウトです。やっとワンアウト。で、指示はめんどくさいけどやりましょう。テキサス、カモン。ワンアウトになりました。さあ3球目。やっと強い当たり。おっしゃ、いいねいいね。強い当たりっていうのがみんな長打のような気がしないでもないよね。こんな感じだよね。ハウ、今日のゲームは1回出塁しています。あ、前回流し打ちしたか。これ長打っぽいんだよな、この打ち方。この打ち方長打っぽいんだよね。ツーアウトランナー一塁です。さあバッター有利か。インコース外れてます。ワンスリーです。ピッターにどんだけ警戒してんだよ。まあでもピッチャー意外とねバッティングいいもんね。打たれたヒットが6。サーボールです。なんでやねんお前。ということになります。1番どうしたっけ。まあ流し打ちでいいんじゃないかな。まだツーアウトです。さあバッティングカウントどう攻める。オッケーオッケー、取れる取れるね。ついに勝ち越されましたね。調子に乗って指示しないでいったらえらい目に遭いました。浜中も一発。いや、これミートにしてみる。今度変えてみましょう。サインはどう出されたのか。フラグを変えてみよう。あー、ダメだな。抑えられる。これは危ないな。あ、でも矢野がなんか調子良くなってんのかな。もともとあんな調子のマークでしたっけ。これヒットじゃない。おー、いいね。矢野がやる気になってきたな。ここはもうエンドランじゃねえか。エンドラン。いや、エンドランじゃダメか。もう長打で、長打長打。三振でいいよ。で、赤星に回して。ああ、まあまあ、しょうがないね。で、どうしようかな。
エンドランやってこい、エンドラン。もう全然打てないからね。何かちょっと変わったことをしていかないとダメですよね。ほら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 、そういうことよ。無理やりね、使えるようにしていくっていう。エンドランサッポ。エンドランサッポハマるんじゃない？意外といけるかもしれない。いけ！ほらほら、エンドランサッポ。エンドランサッポ、いける。満塁になりました。エンドランサッポ、炸裂。ここはやはり、ここが勝負だ。行きましょうか。何回目だっていう。やっぱ、アンディのところにいい場面が回ってくるよね。持ってんのかな？いつものように左肩をなでなでしに来ましたが、結構効果があるようでないような不思議なところで。おお、外人、助っ人対決。アンディ、いいアゴしてんな、お前、ほんと。さあ、第4球。おお、いいんじゃねえか、いいんじゃねえか。うわぁ。逆転です。逆転の満塁ホームラン。しっかり捉えました。シーツ、東京ドームに見事な弧を描きました。今、アンディ、かっこいいぜ、お前。ただもんじゃねえな。4点を超えます。逆転成功、一気に3点のリードを奪いました。さあ今のシーンです。あれは何でしょうね、落ちてたように変化してましたね。ジャイアンツ、いやー、よかったよかった。5です。吉武、ね、右ピッチャーか。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。エンドランサッポーが冴えましたね。でもあれで動揺したんだろうな。まあ、金本は、まあ、長打でいいかな。一回、ピッチャー変わったんで、変えてみましょうか。もう一回、長打で。ダメだね。こういうストレートじゃなくて、三振の時はどうすればいいんだろうな。対応が違うっていうことでいいのかな。踊ってるわ。で、2番が小坂。足速そうだよね。流し打ち。なんかね、基本的にもセンターのあたりに、ボールが行ったら、青木みたいなね、感じになるのが嫌なんで、とりあえずセンターを固めて、で、だから、レフト前みたいなのはもうあれ取れないよね、多分。これファウルだよね。お前、これにホームラン打たれたらダメだぞ。これはスライダー、ツーツー。5回だから、あと2回。じゃあ、6回だから、あと1回。いや、どうかな。でも、尻上がりに、こう、調子が上がっていくタイプかもしれないんだよな、この人。意外と、のらりくらりと9回までいけるかもしれない。ただな、相手がこれなんだよな。モンスターばっかりなんだよな。俺をのらりくらりとホームランを打たれずにいけんのかっていう。もうヒットでよかったねっていう感じだよね。で、この人は意外とあれなんだよね。流し打ちしてくるから。こういう感じだね。先頭バッターは内野ゴロ。その後ヒットを打たれています。第2球はどういった？ああ、これやばい、やばくないか。おお、いいね、アウトアウト。いいよ。新岡が意外と引っ張ってくるみたいなね、感じが出るんで、こうかな。どうでしょうか。これが3回目のバッターボックス。さあ、何を見せるか。いいね、わざとだよ、わざと。今のわざとだよ。ホームラン打たれたから。腹立ってんで。わざとなんで。しもしもは、やるよ。研究やるんで。
打つなよお前、やめろよお前、本当にやめろよ。あーダメか、長打にしたらダメなのか。いやでもな、長打にしてるからホームランになってない可能性もあるんだよな。でこれ長打にしちゃうと奥に行っちゃうから手前のが大変なことになるんだよね。これだからテキサスが意外といいんじゃないかっていう話になるんだけど、オッケーオッケー。ゲームは5回まで終了します。これもうちょっと点が欲しいかもな。本当打ちまくらないとダメだね。先ほどの第2打席フォアボールで出塁しています。どうだわ、意外と良くなかったんで、これファウルだよね。ファウルになります。どうだわ。さあ第4球。でもなー、ずっとやってみないと分かん。おお、いいねいいねいいね。あっと弾いてるが、打ったバッターはどうする。ヒットになります。今日はエンドランゲーかもしれないっていう。ただそれは難しいな。ちょっとまっすぐが優しくなっちゃいましたね。ですね。そしてヒットになりました。鳥谷は任せるか。調子がいいみたいなんでね。ほら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 、そういうことよ。一二塁か。今岡足遅えな本当は。まあしょうがないんだな。打ったのはどんな球でしたか。シュートです。あ、これでバントしようか。バントして、で矢野が調子いいんで矢野で勝負を決めるっていう。どう、こういう姑息な高校野球してみる。一番嫌なのがさ、ゲッツーでさ、嫌なんだよね、俺。え、待て。エンドラン。あ、でも、どうせだったら長打の方がいいか、このまんま。いや、でもな、ワンアウト二、三塁で、あ、スクイズできるじゃん。バントスクイズ。汚いことしていいですかね。これ、1点がね、やっぱ大事だと思うんだよな。1点大事だと思うんで、ここで、ワンアウトでしょ？で、ツーアウトでスクイズして、で、9番。で、だから次が1番からなんで、バントバントアウトでいいんじゃない？いや、プロだよっていうね、そういうのは関係なしでいきましょう。バッターの7番、浜中。最初の球。ちゃんとお前バントしろよ。できるんだろうな。バットバント！何しとんねん、お前。この球はどうでしょう。うまうま、超うまいわ、超うまいけど、超うまいけど、もう、もういいわ、ほんと下手。まあ、あんなことすんなっていうことだよね。で、矢野は、このまま打たしたんだっけ。調子いいんだよね。あー。今の場面もう一度見ていただきます。じゃあ完全に抑えましょうか。次誰だっけ。亀井、よくわかんない。8-9-1だからここをしっかりと抑えていきましょうか。間違えた、まだ6回なんだね。じゃあもうちょっと頑張ってもらいましょうか。いや今のね、卑怯な手はダメですね、多分。打たれるよな。今のでも、場所が悪かったのか、俺の。指示が良くなかったのか。バントしてくんの？マジで？これはだったらプレスしようよ。バントしてくんの、お前。本当にしてくんの？いないじゃねえか。今のは何だったんだ。たまたまなのか。流し打ち、これかな。鈴木貴博、ここまで2回塁に出ています。2回塁に出てんだ、すげえな。高めのボール打った。打球はセンターへ上がっ
取りました。ツーアウトになっています。ふう。鈴木センターフライ。で小坂くんが流し打ちじゃないな多分。いやでもねここら辺に打たれることがあるんだよな。こうしてみるか一回。こうするとセンター前に落とされるっていうね。これは当てただけ。セカンド後方へ。詰まったか。いけるね。オッケー。取ってこれでスリーアウト。さあ最後。もうきっちりやったね。ピッチャーから始まります。下柳もしかしていけるのか最後まで。いや無理だろうな。巨人対まあ頑張って。2回戦の模様をご覧いただいています。さあ第3球。高めのボール打ちました。おサードです。あ全然ダメだ。超えてったのかなと思った。下柳サードフライに倒れました。赤星頑張れ。そろそろヒットを打ってくれ。腕。多いんじゃないか。ああ調子良すぎか。これでアウトが2つ。いやこういうことあるよね。いい当たりなんだけど正面みたいなのが続いていくっていう。こういうのありますよね。さあ次の4球目当たりはいいんだけどな当たりが良すぎるっていうね。取ったショートバウンド一塁これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。7回の表が終了。タイガース2回目の三者凡退に倒れています。はい、もうちょっと引っ張りましょうか。どうだろう下柳もうちょっと頑張れる。この試合の奪三振の数が2となっています。今7回だよね。まあ、変えてもいいんだけど。アウト危な。あんなことあるんだね。でリーはどうしよう。リーは流し打ちしてんだっけ。リーシフトって何これ。リーシフトってあんのこれ。何これ有名なんだこの人。じゃあこれでいこうよ。さあ4球目リーシフトの罠にかかるんじゃない。あ長打だこれ。長打狙ってんな。で新岡が流し打ちかな。強振してて詰まって流し打ちみたいなそんな感じに。あフォアボールか。ほらほらこんな感じになってんだよね。矢野にさ、矢野に長打狙いをさせた時みたいな打ち方してるよね。スワローズが勝ちました。名古屋ドームの試合が終わりました。5対3ドラゴンズが勝ちました。その他のゲームはご覧のようになっています。野間口ここで3番手ピッチャーを出します。野間口これが防御率 7.71。 さあそのピッチングはどうか。もうショーではやってみる。今日4回目のバッターボックスに入っています。ブルンブルン振りましょう。ブルンブルン行きましょう。やれ。高めを打って打球は右。これはファールかな。ファールになります。これファールにしてバッターこの後はあんまり。お、なんだ一回間を置いたな。さあ1球要請。なんでだこれ三振かな。よくないな。ショート取った。ファーストへ送ります。一塁これはアウトになります。シーツショートゴロに終わりました。で金本も長打で様子を見てみましょう。さあ次の4球目はていうか大体あんまりいい結果にはなってないよね。ほら同じだな。バットに当てさせませんでした。三振です。でしょうがないかって言って今岡に普通に打たせたらヒットになっちゃうみたいなね。そんな展開になってるよね。今岡も、オーダーでいいかな。じゃあまあこのまんまでいいか。さあ4球目。やっぱピッチャーどんどん変えられると。変化球、これはファウルグラウンドだ。でもなぁ、こっちピッチャー変えたらどんどん打たれちゃうよね。だから先発をなんとか引っ張りたいんだよな。藤川でも、ね、普通に打たれちゃうんだよ。先発でのらりくらりとやっていきたいんだけどな。なかなかそうもいかないっていうね。
まあ結構打たれてんだけど、でも、なんていうの、中継ぎとか、ポンと普通のを入れるよりは、抑えれるっていうね。空振りの三振に切って取りました。ゲームは8回の表を終了。タイガース。まあしょうがないな。6、7、8。危ないな。タイガース。オッケー。そういや忘れてたんで、ミノルちゃんをデビューさせましょうか。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。ミノルちゃん頑張れ。左なんでね、阿部とあんま顔似てないな。あんま似てなくないか。センターでいいんじゃない？で、あ、違う違う、危ないな。ちゃんとやっとかないとダメだ。ヒットでいいんだよ、ヒットで。ホームランはダメ。ミノルちゃん、お、なんだ、緊張してんの？追い込んでんだ。これは、三振いけるかな？さっきの今岡と同じ流れじゃない？ほらほら。いいね。あ、岩田ちゃんじゃねえ。ミノルちゃんいいんじゃないか、これ。ミノルちゃん結構いける口かもしれない。引っ張り、センター、センターかな。前の打席までの内容です。併殺打、サードフライ、そしてビクンビクンしてます。3打数ノーヒット。抑えろ。2球目。変化球打った。打球はファーストの前。オッケーオッケー。打たせて取る。アウトです。あ、ミノルちゃんこれ結構いいんじゃない？矢野、ファーストゴロに倒れました。いや、わかんないよ。まだわかんない。まだわかんないんで。亀井静か。次のボールは。こっちも揺れてんな。あー流し打ち、綺麗に打たれたな。まあしょうがないな。あ、敬遠で。この回ヒットを打たれています。次の4球目。はい、代打してきたね。ランナー2塁1塁となります。この手には乗らないよ。うん、乗らないから俺は。これでセンターで OK。 なおもツーアウトです。これで打ち取る。あ、スリーボール。これ万能になんじゃないの。やばいな、やばいな。これ流れ来てんだろうな、向こうの押し出しか。まあ押し出しでもまだ勝つからな。ほい、ミノルちゃん頑張って。頑張って。ここだよ、ここ。ここ、ここ、ここ。そうそうそう、そういうことよ、ミノルちゃん。オッケー。ちょっとね、同点できませんでしたね。うん、ノーミよりはいいデビューを果たしましたね。8回までゲーム終了。ジャイアンツ、ランナー3人、残塁。次は、ジャイアンツ、右。4番手のピッチャーとなります。福田、これが初登板となります。さあ、調子はどうでしょうか。5.47。3勝2敗。では鳥谷に打たせてみましょうか。お、なんだなんだこの構え。今の右手の添え方が気持ち悪かったんだけど、なんだ今の。これは逆に長打がいいんじゃないか。これちょっと見て、このピッチャー、ほらほらほら、あの右手の添え方がすごい。このピッチャー面白いな。このピッチャー欲しいな。欲しいよね。2アウトになっています。ほらほら見て、あ、右手。2球目はどうでしょう。お、いいヒット。矢野が止まらねえな、マジで。ヒットになった。矢野すごいよね。で、まあミノルちゃん2回投げさせる。どうしよう。どうしよう。みのるちゃん結構良かったんで、もう一回やらせましょうか。頑張れみのるちゃん。そうすれば他のピッチャーが楽をできるっていうね。引っ掛けた感じですね。なるほどね。で、結局凡退となりました。9回の表を終了。よし、これでここを抑えきれば、まあ最悪久保田とか藤川を動員して無理やり終わらせましょう。で、一発警戒で。まあ、左だから、岩田、ミノルちゃんの方が有利。
のはず。変化球三振。おっしゃ、そういうこと。ミノルちゃん結構いいんじゃねえかこれマジで。でリーシフト、リーシフトしよう、リーシフト、これリーシフト、オッケー。これでもう罠にかかったも同然なんじゃない。どうだ、ほらほら、リーシフトにビビってるよ。でここからがあ、これ福田、あ、これ投手か、投手に打たれるんだよね俺らなんでか知んねえけど、何がいいんだろうな、意外と流し打ちとかになんのかな。今日のゲーム、青さん、西崎さんの解説でお伝え。ミノルちゃんがもしかして救世主になるのか。あ、打たれた、打たれたけど、打たれたけど取る、取れない。お、なんかピッチャーに打たれるんだよな。長打で一発警戒、無理すんな、ファーボールでいいよ、ファーボール、ファーボールでいいよ。まあ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 、しょうがない。あ、これアウトじゃない。あー、ダメか。まあ1点ぐらいならいいんだけどな。いや、これ前の方がいいと思うんだよな。これ点取られる流れだよね。よくないな。オッケー、いやー、ミノルちゃんが意外といける子だったっていうね。これは収穫ですね。なかなかいいかもしれない。あんまりスキルがついてない方がいいのかもね。いやー、2連勝ということで、これで次が、まあ、負けても勝ち越しというところで、楽にね。とにかくスタミナがね、なさすぎるんでみんな。シーソーゲーム、本当にシーソーゲームだよね。で、そうそうそう、アンディが満塁のグランドスラム、ホームランを打ってくれたんで、あ、岩田の名前も出てるね。ミノルちゃんが安定してたな、ちょっと危なかったけど。まあというわけでね、鳥谷が3号と、なかなか本塁打が出るようになってきたんで楽しくなってきたかな。で、ほら、全然巨人の方が打ってんだよな。どういうことこれ。ピッチャーに打たれてんだよね、毎回。3回ぐらい打たれてない？あれ、どうしようもないのかな。まあいいでしょう。今回の収穫は何よりミノルちゃんがやれそうだというところで、今回は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。